能登半島、急速充電のスポットめっちゃいっぱいあるんですけど、ちょっと速度が遅いのが多いので、これで出力を40キロ以上のみに絞って検索し直します。そうすると日産がやっぱり早いのか。ちなみにですね、急速充電のスポット自体はめっちゃあるんですよ。この出力で絞り込みをなしで全部表示させるってなると、こんだけめちゃくちゃあるんです。めちゃくちゃあるんですけど、ちょっと充電のスピードが遅すぎてですね、家族で行く場合にはいいんですよ、これで。ちょっと観光しながら、見ながら、その間に充電できればいいやっていう感じなんですけど、まあ俺、ぼっちなんでね、ぼっちなんで時間が余っちゃうんですよ、どうしても。なので、これでもうさっさっさっと行きたいと思います。なので、次は、ここ、穴水っていうところに行くか、それか、もう先のここまで、輪島まで行っちゃうか、46キロなんで、行けるね。余裕で行けちゃうね。じゃあ、ここにしましょうか。このアプリ、かなり出来が良くて、これピッてやって、で、こっから、この上の、マップってやると、Google マップが開いてくれて、で、さらにナビの設定もしてくれるっていう。超賢いね。まあ、小1時間でしょ。これで出発しましょうか。